洋山は、京都の祇園祭りの山鉾の一つ。現在は休み山である。所在地は、京都市中京区三条通り、室町に仕入る衣棚町。応仁の乱以前に休憩を持ち、後祭りで大船鉾の直前を巡行した、くじ取らずの大規模な引山だったが、文政9年に激しい夕立ちにあって、建造品を汚損したことを理由に、急山していたところ、 源氏元年の金門の変による大化で御神体と金を残して消失した。この御神体と金は溶山装飾品として京都市の有形民族文化財に指定された。長く宵い山と宵山の両日に残された御神体と建造品が道山の町内で展示されるのみで一般への血巻きの販売も行わないという控えめない祭りを行っていた。 1972年からしばらくは、宝物の一般公開もせず、新名を記した掛け軸を祀るだけというい祭りを行ったこともあった。しかし、2014年の大船鉾の復活にも、触発され、2014年に溶山の生やし方が、活動を開始した。2015年には、一般財団法人、溶山保存会が発足し、 2016年1月には公益認定を受け、公益財団法人、養山保存会となった。2015年の祇園祭りから、ちまき等の授与や祇園林の演奏を復活させ、2017年には、金門の変で焼け残った金の成分分析に基づいて、新しい金を鋳造した。巡行に参加しなくなって200年後の2026年までの復興。 巡航参加を目標としてきたが、多くの他の国庫から中古部材の提供が受けられることになったため予定を前倒しし、2022年の巡航復帰を目指すと発表された。2019年より空潰巡航を行っている。ありがとうございます。